はい、どうもレンジです。本日もご視聴ありがとうございます。皆さんはこんな経験ありませんか？こんな経験冒頭からすいません。はい、このようにね、煽りやね、利的行為がね、あった方などね、いましたらね、ぜひね、コメントで教えていただけたら嬉しいです。ぜひね、こんなことがありましたよとかね、実際皆さんあります？こういうの、こんな感じに利的にね、あった時にね、対処法としてね、ある一つのね、直接運営にね、バンというか、運営に通報する方法をね、今回は紹介していきたいと思います。まあ、このようにね、第五人格はね、やっぱ、楽しいゲームだけど、闇がね、なかなかあるとまあ、対戦ゲームだからしょうがないんだけどね、なんもね、ほんと悪くないのに、あからさまなね、こう悪口とか利敵とかさ、これもう納得できないと。で、結構やっぱ嵐ユーザー、嵐の人とか、有名な人とかがね、結構多いということで、僕もね、何回か当たったことあるんですけどね、もうめちゃくちゃね、やっぱ言われたりするので、運営さんが対処してくれたら、もうちょっとね、落ち着いてもらえるのかなっていう形で、今回はね、ほんと通報のね、本来のね、ガチの通報のやり方をね、紹介していきたいと思います。例えばさ、普通の通報だったら、ここからさ、3本線のとこ押して、これ通報として、で、このね、ここから通報をね、押すじゃないですか。はい、詳細に書くと、省エネ環境さらなる浄化できますよもう運営も浄化って言っちゃってるよね。浄化するしかないと。完全なる悪質なユーザーと、そう、チートもね、やばいと思った。ランク戦やってて、チートも僕もあったことあるんだけど、いや、これはせこいだろっていうね。はい、もうチートやってて何が楽しいんだよっていうね、こともね、あったりするので、もうしっかりね、運営さんも多分大量にね、通報の通知が来てね、おそらくこれ AI とかボットでね、識別してんのかなとか思いますので、運営さんにね、直接声が届くようなね、通報を説明しますと、まずね、この右上のこの歯車ボタンを押しますと、はい、そこでね、お問い合わせってのがあります。いやー、こっからね、通報ちょっとね、今度なんかあったらしたいよね。最近は僕あんまなかったんだけど、どうですか？マジで。いいちゃんです。困ることがあったらお任せ。何いいちゃん？誰いいちゃんって。おたうよ、すげえ。こんな感じで、なんかソフトバンクに問い合わせしたら、ペッパーくんが出るみたいな。今これエマウッツちゃんがね、出てくれるね。それはいいとして、で、この通報についてと押します。うわ、待って、俺心眼になってる。この画面自体ね、ちょっとなかなか慣れないよね。はい、こんなのがあったんだって感じなんだけど、はい、これを押した時に、この広場、チャットで通報すると、戦闘完了で通報するっていうのが、ありますので、どちらでもいいのでね、はい、ポチッと押しますと、不適切な表現、相手を不快にさせる言葉や画像を使った、不正行為、意図的にバグを利用してゲームバランスを崩す、チート行為、外部ツールを使用してゲームバランスを崩す。あ、これは悪質ですよね、完全に。相手のアイコンをタップして、表示された画面、これで、ね、通報、できるんですが、解決できない場合はここをタップしてください。もうこれどうしようもできませんと。不正ツールを利用だけでなく、迷惑発言、迷惑行為を発見した場合は下記の窓口までカスタマーサービスにご報告してくださいということで、はい、ここでね、直接ね、サービスセンターに言えるんですね。だから言うて僕もね、すごい、もう圧倒的な不利なね、悪口とかチートとか、やられたけど、もう僕以上に絶対困ってる人いると思うのでね、はい、第5界隈の闇的な感じでね、なんで、そういう人のためにもね、ちょっと今日は言おうと思うんですけど、通報した相手の名前、ここね、当時のね、キャプチャー画像がね、必要なんでね、これね、すごい重要らしいね。なんかいろいろ検索してみたりしたんですけど、このキャプチャー画像がもう左右するみたいなので、はい、しっかりスクショを撮っておきましょう。もう理不尽にいろんな人に迷惑をかけてるっていう人はね、一回やっぱ、ちょっと運営さんにね、直接、もうチクって、対処してもらえれば、さすがにね、治るとは思いますので、どんな人がやってんだろうね。やっぱ、なんだろうね、このネットだったら何でも言っていいみたいな感じのね、キッズかわからないんですけど、ちょっとしたね、言い合いはね、まだね、しょうがないじゃないですか、やっぱインターネットだからね。でも、だけど、もうこれはやばいと。もうこれはさすがに頭にきましたって時は、もうこの通報窓口。はい、ポチ。はい、ここから、通報専用、もしプレイヤー様はゲーム中迷惑発言、迷惑行為を発見した場合、漢字読めね、個報で通報する。ことができます。プレイヤー様からご通報いただいた次第、検証調査作業を行い、通報された行為や発言に相応な措置を取らせていただきますってことで、うわー、これは厳重だね。質問を提出するぐらいだから、もうこっちもね、変なね、もう逆にね、これを使って、あいつね、
落としめようぜみたいなね、これは多分ね通らないと思いますのでね、はい、まあさすがにそれはないと思うけど、まあこっちもねちゃんとね提出するぐらいだったら、もうこんぐらいね本当にそうなったかっていうのをね確認作業があるということで、はい、相手の名前、相手の ID、サーバー、問題の詳細、キャプチャー最低6枚まで、はい、ここから、提出できますので、はい、ここをねしっかりちゃんとねキャプチャー画像を貼って、例えばあのチャット欄でも、いいと思いますので、なんか死ねとかさ、殺すとか、キモいはまあね、まあいいとしてさ、まあさすがにちょっと暴言が過ぎるみたいなのがあったら、まあ、ここからね対処したらね、皆さんのね平和の安寧が保たれるかもしれないのでね、ぜひねここから、通報をやってみてください。本当にね、これはありえんっていう、ことはね、まあちょっとこれは問題なんじゃないっていう時は、まあいつものね、通報画面でいいとは思いますけど、もうこれはね本当に許せんみたいなのがあったら、もうここからね直接運営様にね、措置をねしてもらうという形になります。まあおそらくねいつものはあの AI でもう積み重なったユーザーがこう自動的にね、まあ、発金とかね、まあ、バンにはならないとは思いますが、何か措置をもらうみたいな感じなんでね、ここからだったら多分運営からね直接なんかメールとか来たりしますのでね、はい、これでねちょっといろいろね、まあ、普通にビビるよね、運営からメール来たらね、うん、ってかそうそうそう、でねこんな感じでね、いいちゃんです、困ったことがあったらお任せっつってね、はい、もういいちゃんにね全部ね、相談しましょう、うん、まあ、そういう人っていろいろこう話し合ってもさ、まあ、お互い理解、まあ、人だからね、まあ、文句とか悪口とか言われても多分話し合ってもね絶対に解決しないので、もう運営にねもう先生に言うみたいな感じでもう、措置をね取ってもらいましょう。それとね NGP 会員の人は通報がめちゃくちゃ通りやすいらしいです。そう、 NGP 会員ってのはなんかその第五人格運営からねの第五人格の VIP みたいな感じで、あの衣装が確かね、ま、昔は UR が15個以上だったらしいんだけど、最近はね10個以上でも、NGP 会員になれるみたいなね、 NGP 候補生にはなれるのかな、そこら辺なんか、運営さんのねなんかジャッジ次第なんですけど、毎月なんか特別のアイコン枠とかアイテムとかもらったりね、はい、いつもね第五人格をねサポートしていただきありがとうございますみたいな、うん、楽しんでいただき本当にこちら感謝してますみたいな感じで、もう超感謝のねメッセージも来るみたいなね、そんなね、制度があってね、で昔はねなんかナイチンゲールのとこから NGP 会員になれたみたいな感じなんですけど、今ねお問い合わせして NGP 会員って言ったんですけど、特にね反応がなかったので、まあ運営さんにね NGP 会員になりたいみたいな感じで審査がね、審査を自分から申し出て、でその審査が通ればメッセージからね、ナイチンゲールさんのとこに行って申請フォームができるようになるみたいな感じだと思いますので、 UR 衣装が10から15個ぐらいね、ありましたら NGP 会員ちょっと申請してみてね、申請してみたらね結構お得かもしれません。そうで、何より、申請入ると通報がねめちゃくちゃ通りやすくなるらしいんだよね、まあ、第5回の VIP 様の通報ってことでね、ちょっと特別通報なのかね、うん、でも通報もそうなんだけど、普通になんかアイコン枠とかさアイテムとかもらいたいよね、うん、ちょっと俺ももうちょっとでね10個なんでね、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。いやー第5人格ねやっぱ闇がねいろいろあると、うん、掲示板だったりツイッターとかで検索するとね、まあねもう日常茶飯事でねこう喧嘩が勃発みたいなね、まあそれもね完全なるね悪意があるね行為の人がねまあ多かったりしますのでね、はい、まあでも一部なのかなそういう人って、ちょっとわかんないんだけど、あんまね、当たったことないね。最近ちょっとさっきのやつとか、まあ、何回かね履歴とかはあったことあるんですけど、まあ、実際にねこんなことがあったよみたいなことがあったらね、コメントで、ぜひ書いてみてください。なんかちょっと見てねマジかと思いますまた第五人格実況やっていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録やいいねしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。お疲れんち。